はい、皆さんこんにちは。今日はですね、皆様にご報告があってこの動画をお届けしております。実はこちら日本の神様会員ブック、こちらが6刷り目決定をいたしました。ということで、今2万部を、ね、超えるとベストセラーというふうに言われてますけれども、こちら、ね、2万部を超えて、そして今回6刷り目ということで、皆様のおかげでね、6刷り目決定することができました。こちらの本ですけれども、発売して今2年半ということでね、大体もう3ヶ月ぐらいすると本って落ち着き出すんですよ。そしてもう半年もするとほとんど売れなくなるというね、そういうことなんですけれども、まあ、こちらはですね、おかげさまでAmazon なんかでも、常にね何千以内に入っているというね、こういう状況です。はい、これもね皆様のおかげだと思っております。こちらはですね、まあ、いろんな声をいただいてまして、自分のね守護神が分かったとか、そのことによって神様の勉強ができたとか、でその中にもまた神道のね話なんかも、散りばめておりますので、あ、神道つまり日本人らしさとは、こういうものだったんだというようなこともね分かったとか、一番嬉しいのはね、子供たちが自分の守護神を分かって、そしてねお父さんお母さんを連れて、僕の守護神が祀られている神社に行きたいということでね、神社巡りが楽しみになったというようなご家族とか、まあ、そういったご報告もいただいております。またこちらは自分の守護神が分かるだけではなくて、皆様の家族、ね、とか友人とか会社の同僚とか、まあ、そういう方々の素質も分かることによって、どう向き合っていけばいいかというようなことも分かる。またねマネージメント、例えばこの人はこういうタイプだから、こういったところに集中させた方がいいとか、例えばこういう行動を促した方がいいとか、例えば結果重視の部署にいる人なんかは自分の意思を貫くようにした方がいいよ、そのためには明確な目標と計画を持った方がいいよとか、例えば人に関わる部署の方には自分の意見を貫くよりも周りの意見を尊重した方がいいよ。これニッパチの法則というのがあって、2割の人だけが理解できる、8割の人たちは理解ができない。だったらこの8割の人たちを理解させることではなくて、8割の人たちのことを理解してあげるというふうに、周りの意見を聞くとうまくいくよとかっていうふうな、まあ、こういったこともね講座の方でもお伝えしてますけれども、こういった内容もね一部こちらにね載ってますので、ぜひね皆様のコミュニケーションツールとして、こちらの方ご活用してみてはいかがでしょうか。ということで本日はどうもありがとうございました。日本のことを知りたいあなたのために、日本の神様開運ブック好評発売中。